こんにちは,はるなです今日はギリシャ神話に登場するアルテミスという女神について説明します、えっと、先日「パリスの審判」という動画を上げたんですがそのパリスの審判をきっかけにしてトロイア戦争という戦争が起こりますこの「パリスの審判」と「トロイア戦争」両方とも海外にとてもよく取り上げられる題材なのですがトロイア戦争の方に多くの神様が伝説上関わっています その神様のことを少し知らないと,、えー、っとあまり面白くないと思ったので、えー、今は神様についての解説動画をいくつかあげようと思いますまず今日説明するアルテミスは狩猟、純潔、また月の女神のことです、えー、今日はアルテミスの家系や性格それから絵画の中でアルテミスを見分けるときのコツについて説明しようと思いますまず家系です アルテミスはお父さんはゼウスという全能の神この右側に写っているのがゼウス左に写っているのがゼウスの正妻のヘラという女神ですヘラはとても身分の高い女神で女神の中では一番偉くて権力を持つ女神だと言われています、えー、妻はレトというティタン族の一人の 女性ですこの絵画に描かれているのがティターン神,族です神様にはオリンポスとティターンという2つの種類の神様がいました大地の女神のガイアに先に生まれたのがティターン族そして後に生まれたのがオリンポスですその先に生まれた巨人族の方をティターン族と言いますでゼウスの正妻はヘラという女性がいるのであまあ女神なんですけど女神がいるので 愛人関係ということになりますゼウスはレトとの間にアルテミスとアポロンという子供を設けますアルテミスとアポロン両方とも弓矢の名手でしたアポロンはゼウスの次に民衆から人気の様々な分野での神様です主に太陽の神様そして弓矢音楽予言技術芸術など様々なものを司る神様です アルテミスもアポロンも絵画,の絵画や彫刻では弓矢を使っているところを多く描かれます。これは弓矢を持っているところの彫刻です。またアポロンは絵画や彫刻の中で盾ごという楽器を持っていることも多いです。この空を飛んでいる左側がアポロン右側がアルテミスです。2人とも弓矢を持っていてこの下にいる人々を皆殺しにしているところです。これについては別の動画でもう一度登場します。 えー、アルテミスを絵画の中で見分ける時の特徴は黄金の弓やスカート鹿です狩猟の神様なのでそれを象徴する弓やそれから動きやすいように、えー、ミニスカートを履いていますまたスラッとした手足も特徴で大変男性的な体つきをしていますこのようなものでアルテミスを見分けることができますこれがアルテミスの典型的な彫刻です えー、鹿を横に携えて、えー、比較的スラッとした体を持ちそして、えー、弓矢を背中に担いでいでますこれは少し奇妙なアルテミスの絵です。えー、下には、えー、犬がいてそしてあまりにもスタイルが良すぎる長すぎる体そしてちょっと小さすぎて上にありすぎる胸。 そして、えー、体の向きに対しては不自然すぎるぐらい左後ろを向いている顔、まあ、このような不自然なところはありますがこれもアルテミスの絵ですこれは今までのアルテミスの描かれ方とはちょっと違って、えー、ぽっちゃりした体型の女性として描かれています鹿や弓矢などのモチーフはそのままです顔は少し東洋の女性のように描かれていますね これはアルテミスの男っぽい性格はあまり描かれていない、えー、とても女性らしく描かれている絵画ですアクセサリーなどをつけていますね頭に月のマークのアクセサリーをつけているのは後にアルテミスが月の女神セレネと同一視されて月の女神でもあるということになったからです次にアルテミスの性格について説明しますアルテミスは えー、普段は凛としていて冷静な女神ですしかし、えー、とても心が狭く、まあ、よく言うとプライドが高くそれが傷つけられることがあると相手を皆殺しにすることも厭わないそんな神様ですアルテミスは激凛に触れると爆発するタイプで一度怒ってしまったらそう簡単にその怒りを収めることはできませんそのことからさまざまなエピソードがあります ある日漁師のアクタイオンは森の中で狩猟をしていました、えー、その日の狩りはだいぶ成果が上がったので今日は一度休憩しようということで森の奥に入って休むことにしましたそうすると森の奥の泉でアルテミスが水浴をしているところを目撃してしまいますアルテミスは狩猟で疲れた時に森の中で水浴するのが趣味でしたアルテミスに仕える妖精たちとアルテミスが 水浴しているところを悪気なく目撃してしまった悪オンなんですがそれにアルテミスが気づき激怒しますそしてアルテミスは漁師の悪オンを鹿の姿へと変えてしまいます鹿に姿を変えられた悪オンは自分の飼っていた猟犬に食い殺されて死んでしまうんですこれが水浴を目撃してしまった悪オンとアルテミスの絵画です えと左に写っている男性が悪体温で悪気のなさそうな善良そうな青年に描かれていることが特徴ですまた右の方に顔の小さすぎるアルテミスが写っているのが分かります頭に月のマークをつけているのでこれがアルテミスなことは間違いありませんがあまりにも怖い目つきそして不自然すぎる体が印象的です アルテミスが放つ弓矢の先には頭だけ鹿になった悪体温が倒れそうになっています。腰のあたりには両肩が、えー、今にも襲いかかりそうな迫力で描かれています。頭だけ鹿になるという描き方も、えー、絵画ではいくつか登場します。 これは頭が鹿になった悪体ンが描かれていてでも猟犬は襲っていませんよねこの水浴を目撃した場面の次に猟犬に殺されることになるそんな悪体ンの運命を暗示している絵となっておりますこんなふうに悪気があったかないかにかかわらず相手を殺すそんな激しい性格の持ち主だと言えますいかがだったでしょうか今日はアルテミスの家系 性格絵画の中での特徴について説明しました物語を知ることによってより絵画が楽しめるようになったら嬉しいです、えー、このあとさまざまな神様の解説をした後にトロイア戦争というとても有名な戦争について解説動画を上げようと思いますよろしければそちらもご覧くださいご視聴ありがとうございました